ジャニーズタレントの韓国ロケに隠された真実、キンプリヘイヤ仕様の遺跡説とは日本テレビ系の人気番組、ザ・鉄腕・ダッシュが3月26日に放送され、ジャニーズタレントたちが韓国を訪れたことが話題となりました。特に、キングプリンス、キンプリ、の岸優太と平野仕様の韓国ロケが、 平野の仕様の韓国事務所遺跡説につながっているとの噂が広まっています。なぜこのタイミングで韓国に向かったのか、その真相に迫ってみましょう。鉄腕ダッシュの企画は、時代の国分大地と岸優太、そしてカンジャニエートの横山博史とシクストーンズの森本慎太郎が二人ずつのチームを組み、 徒歩と公共交通機関のみを利用して3000歩で韓国に行けるか検証する内容でした。スーツケースに乗りながらの移動などで歩数を節約する様子が放送され、一般人に迷惑をかけるのではないかと物議をかしました。視聴者からは、韓国ロケが多いね、ジャニーズってよく韓国に来るよね、M、ジャニーズまた韓国行くのといった声が上がりました。 このような韓国ロケが放送されることには、日本と韓国の両方から非難を浴びる可能性があるため、その選択には狙いがあるのかもしれません。その狙いとして、ヒラノ用の韓国進出を阻止するための戦略があるという見方もあります。韓国好きのライターは、ヒラノさんが遺跡を目論んでいるとされるのは、 ハイブですが、ジャニーズ事務所からすれば、日本のアイドル市場のシェアを奪われる可能性があり、そのことを警戒しているかもしれない、と指摘します。そして、18日放送の、キングプリンスル。では平野氏洋画韓国を、訪れしとソウルを、パク、と通過音を、ベリーと答える天然ぶりを発揮していました。 さらに、韓国語と勘違いして中国語を話し、韓国国民を中心にバッシングを浴びたとも伝えられています。これらの出来事を考えると、韓国になれないうちに平野さんを韓国に行かせ、天然発言で炎上させることで平野下げを狙っているのではないか、との見方もあります。 つまり、ハイブに移籍したとしても、韓国アイドル市場でライバルになることはないという判断から、今から退除対策を万全にしている可能性が考えられるのです。ジャニーズ事務所としては、平野紫耀の人気を失わず、さらなる飛躍をさせるためにも慎重な対応が求められることでしょう。一方で、 韓国ロケが注目を集めることで番組の視聴率アップや話題性が高まるというメリットもあるかもしれません。これからもジャニーズタレントの動向や韓国ロケには目が離せないですね。平野紫耀の遺跡説や鉄腕ダッシュの企画に対する様々な意見が交錯する中、彼らのこれからの活躍にもますます注目が集まることでしょう。